よし。あのね、さすがディンス。お疲れ様です。来たか、オンに切る。そういえば頼んだぞ。よく来たな。何を探してる？ゆっくり見ていて。何を探してる？ゆっくり見ていて。何を探してる？何を探してる？どうする？ゆっくり見ていけ。何を探してる？ゆっくり見ていけ。何を探してる？ん？もういいの？また来い。何にする？さて、どうしようか。それでいい。ほら、持っていきな。本物を見抜く力ってのはちゃんと鍛えときなよ。うちにはないけど、骨董品の中には偽物もある。人間だって嘘をついたら。何がお望みだ？それでいい。ほらよ、待たせたね。それでいいか。ほら、持っていきな。要はそれだけかい？またのお越しを。Riding up to the DMV, riding up.
何を持ってきた？いい、わかった、引き取ろう。わかった、引き取ろう。いくそ、わかった、引き取ろう。ん？もういいのか、じゃあな。よく来たな。どれだ？用は済んだのか。また来い。よく来たな。何を持ってきた？そっ、行く、いい、引き受けた。何を持ってきた？いい、引き受けた。そっ、引き受けた。いくつ、いい、引き受けた。ん？もういいの？じゃあな。調子はどう？また少し思い出したことがあるんだ。終わりはどこかの誰かが引き起こすわけじゃない。それは大勢の人たちに望まれてやってくる。でも変だよね、終わりを望む人がいるなんてさ。確かに僕らにとってはどうでもいいことかもね。終わりの本当の意味は僕にだってまだわからないわけだし。ま、いいや。実はね、今日はもう一つ君に伝えたいことがあるんだ。もうすぐ毒のある花が芽を出すよ。向かいの花壇に3つ、そして君の庭にも1つ。終わりと関係あるかは今はまだわかんないけど、気をつけた方がいいよ。君が心配ってことだけは分かってほしいな。また何か分かったら知らせに来るよ。僕たち友達だもんね。それじゃおやすみ。もしもし、こちタルタロスの奥から何かが聞こえてまいります。閉ざされていたさらに奥へと続く道が開かれたようでございます。念のためお知らせいたしました。ではより一層のご活躍をお祈り申し上げます。
おはよう。実は全員に伝えておきたいことがあるんだ。ここで話してもいいが、実際に見てもらった方がいいだろう。夜になったら4階の部屋に集合してくれ。じゃあその時にな。ごきげんよ。私からのお願いです。おやおや、おや、すでに素晴らしい。そういえば、では何とぞ。残念です。では何とぞ。あなたは、吉報をお待ちしております。そうそう。では何とぞ。ええ、吉報をお待ちしております。吉報をお待ちしております。お待ちしておりました。もう感謝いたします。ふふ。それでごきげん。お待ちしております。私からのお願いです。それでは。ごきげん。お待ちしております。ここが寺院によく似た施設、神社です。確かにシャドウなどとはまた違った神秘的で新たかな気配がいたします。では
こちらの様式にのっとりまして、まずは参拝をいたしましょう。このくらいでしょうか。何か問題がございましたか。御利益という神秘のエネルギーは奉納した金額に比例すると聞いたのですが、ともあれ無事に納めさせていただきました。考えてみると、この賽銭という仕組みは噴水のそれとよく似ておりますね。そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットがある。素敵な土地にお住まいなのですね。あちらにたくさん結ばれている紙の帯は、やはり私の期待通りおみくじでございます。自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し、そのリスク感を楽しむ遊戯と伺いましたが、なるほど、運命についてさまざまに書いてあるようですね。では一つ私も引いてみたいと存じます。全種類コンプリートするまで少々お待ちください。先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。これは確か、こちらが滑り台で、こちらがジャングルジム。誠の神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと寛大で本質に満ちた姿勢でしょう。でしたら早速。これは楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならぬ。世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございます、ね、なかなかでございました。他の遊具もぜひ遊び方など教えていただきたく存じます。ではこちらのジャングルジムから順番にお願いいたします。出られません。これはバランスがなんと難しい。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。私実は近頃思うのですが、私がこちらの世界を楽しく感じるのはただ新鮮な刺激があるからなのでしょうか。もしかすると私、あなたにお供する時間が楽しい。ともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと主に掛け合う所存でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。ではそろそろお開きといたしましょう。ですがその前に、滑り台をワンモアお願いしたく、せっかくですので二人乗りなどいかがですか。イエーイ。私からのおね、素晴らしい。そういえば、そういえば吉報をお待ちしております。あなたは気合十分です。吉報をお待ちしております。それでは
そうそう。お見事でございます。私からのお願いです。それでは。よく来たね。へえ。いや。新入荷の商品気に入ると思うぜ。ゆっくり見てってくれ。どれにする？そいつでいいのか。ありがとうよ。間違いないな。はい、ローリー。ああ、間違いか。間違いない、ローリー。そいつ、はい、ローリー。もういいのか。またよろしくな。いらっしゃ。そうだね。いいものを仕入れたんだ。時間があるなら見てくといい。さあ見ていきな。きっとあんたの役に立つよ。気は済んだ？装備を作るんだね。いい時に来たね。今なら新しいものが作れるよ。研究するほどわからないことが増えていくね。でもま、装備はちゃん。要はそれだけかい？またのお越し。You gotta say no, you're
らっしゃい。大セール実施中だ。今日は大安売りの日だぜ。もういいのか。毎度ある。依頼を受け、素晴らしい。もうふふ、感謝いたします。それで やっぱりワンピースの水着にした方が良かったかな。こういうセパレートのって味方によってはほとんど下着だし、おへそがスースーする。考えてみたら一人で水着選んだのってこれが初めてかも。でもワンピースのってそんなに種類ないみたいだったし、やっぱりゆかりちゃんにもう一回見立てしてもらおうかな。でも私あんまり運動してないから真横に並ばれたら自信なくなりそう。あ、そうだ、あれ今朝届いたんだった。地下ネットさんで買ったウエストスッキリ低周波パッド。お値段の割にちゃんと効果あるってネットで評判だったし、お腹に巻いて、ちょっとこれ、
山岸、ちょっといいか。いや、取り込み中か。いえ、別に別に大した用じゃないんだ。その、気にせず続けてくれ。あ、先輩、お、これ、筋鍛えるって、そういうことなのっていうか、止めて。あのさ。